い、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。君が死ね多数決デスゲーム続きからやっていきましょう。前回あのいかついおっさん Q 太郎に呼ばれたんですよね。移動しましょうもうここしか行けなくなってんじゃん。荒れた廊下行きましょう。わかりやすいね。来たか。誰にも見つかってねえぜよ。なんかもうおかしいんだよな、方言が。見つかってねえぜよって使わなさそう。はい、どこへ行くんですか。こっちの通路じゃ。行きますか。ここの瓦礫の隙間ぜよ。くぐれるか。こんなところに隙間が。どこへつながっているんですか。くくく、行けばわかるぜよ。なんか見つけたんかな。うわー、何これすごい。え、なんかあんまりさ整備されてないのかな、この周りのって。岩、ここは。うーん、壁は別に。じゃあ問題はこっちか。電源のついていないモニターがある。このさこのモニターの裏にさ、サラの名前書いてあったりしないよね。赤い光を放つ機械が置いてある。パソコンだろうか。ダメだ、起動はできないようだ。遅かったね。あー、もうこの落ち着いた感じはまあよっぽど不気味な層か、それとも刑事だね、多分ですよねー。こっちこっち。刑事さん。静かに、念のため他の人にバレないようにね。九太郎がついに見つけたんだ。見つけたって何を。貝のパソコンぜよ。マジで。こんなところに置いてあんの。え、九太郎さんは瓦礫の奥から一つのノートパソコンを取り出した。それは紛れもなく1階で見つけた海さんのパソコンだった。え、こんな、おかしくない。こんな見つかりそうなとこ置く。ここで見つけたんですか。ああそうだけど、このパソコンは海さんが回収したまま1階で消えたはず。なぜ3階のここに。さあな。だが間違いなくこれは海のパソコンぜよ。考えられる可能性は、何者かが回収してここへ置いたか、海がここへ置いたかだ。え、待て待て、真相の解明は後ぜよ。サラ刑事、お前さんたちを呼んだんはこのパソコンの解析のためぜよ。俺にゃあパソコンは使いこなせん。まあ、これを見ることで1回目のめちゃくちゃ怖いゲーム説明の仕方、あれのなんかソウが言ってた真相がわかりますね、本当かどうか。中身を調べるか。やってみようよサラちゃん。はい。よし、つけたぜ。頼む、何でもいいからいい情報を手に入れてくれ。待ってください。まず何のデータを確かめるか作戦を。電池が確かなんかバッテリーがそこまでなかったんだよね。充電してくれてんのかな。パソコンは静かに起動し、パスワード入力画面を映し出した。ん、まずい、充電マークが。なに、しまった、充電が切れかけのままなのか。大丈夫です、パスワードは分かっています。あれ何だったっけ。あー、自分の名前だったんだっけ。メインゲームでソウさんが言っていたパスワードは治療院、私の名字だ。私はパスワードを入力した。誰変えたの。パスワードが違います。え、パスワードが違う。何、嘘ぜよ。どういうことぜよ。なんでソウが嘘をついた、カイがパスワードを変えた。
あー、もしかしたらカイさんがパスワードを変えたのかな。そうはね、ちょっと詳しく言ってたから嘘をついているとは思えないんですよね。カイさんがパスワードを変えた、それしかない。あの多分秘密の部屋みたいなところでソウが解析して、その後にあのナオちゃんを使って殴らせてパソコンを回収した後に多分パスワードを変えたんだね。どうする、充電はあと 4% ぜよ。サラちゃん、君にしかわからない情報を打ち込むんだ。私にしか。カイが本当に君の家とつながりがあったなら、俺たちにはわからないワードがあるはずだ。そんなこと言ってもわからない。私の家は普通の家だ。特別なものなんてない。カイさんは一体何を考えていた。誰とつながりが。我が家には影のヒーローがいるんだ、サラ。お父ちん、お父ちんの名前か。お父さん。私は再びパスワードを入力した。起動します。ようこそここへ。うわ、よくやったぜよサラ。よし、お父さん、今お父さんの名前を打った。あなたはカイさんを知っていたんですか。バッテリーは残り 3% ぜよ。どうする。メール、ソウの言っていたメールを確認しよう。はい。メールの送信記録、ソウさんはそれを読んでカイさんを疑っていた。その内容が真実なのか嘘なのか確認する必要がある。ありますね。カイさんのメールの送信記録を開いた。送信メール1、予定通り17名を確保しました。念のためデスゲームの実行日に誤りはございませんか。すべては順調にことが運んでいます。あ、でも本当に言われたまんまだね、ソウに。送信メール2、私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。地動院家にこの身を捧げる決心です。やっぱそのまんまだな。送信メール3、潮時ですね。もし地動院サラの身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。送信メール4、サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょう。本当に。でもこれだったら本当にサラちゃん、このゲームを、デスゲームを楽しみにしてたってことになるよ。これは。ああ、ソウが言っていた内容と完全に一致している。なんか送信者の方見てほしい、送信者の方。ソウは嘘をついてなかったってことぜよ。このメール。今読んだ順番は逆だ。最新の送信記録から読んでしまったんだ。ほう、なるほど。サラちゃん、これと対になる受信メールが存在するはずだ。はい、調べます。急いで。カイさんのメールの受信記録を開いた。ありました。やっぱりメールで会話をしています。まとめてくれ。順番通りに記録を並べ直すんじゃ。メールを整理して読み上げる。カイさんの行動がこれでわかるはず。まとめたメール1、受信メール。もしもし知ってるか、サラがボードゲーム会に行くらしいぞ。ゲームってこれか。一人で行くのかな。パパは悪い友達ができていないか心配です。パパ、サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょう。そういうことだったのか。紛らわしいメールだな。カイ、俺が教えてもないのにいつ知ったよ。まったく君の行動はつかめるのはこうして君の家のパソコンから返信が来た時くらいだよ。家に帰っているっていうのがわかるのは返信来た時だけってことか。ま、護衛頼むわ。サンキューだぜ。パパめちゃくちゃ軽いじゃん、見かけによらず。
この気の抜けた文章はわかるんだね、サラちゃんも。お父さんの文章だ。じゃあお前の親父とカイは連絡を取り合ってたかじゃ。護衛ってどういうこと。まとめたメールに、受信メール、カイ、貴様裏切ったのか、組織を、私を。潮時ですね。もし地動員サラの身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。あー、なるほど。許さん、もはや親でも子でもない。せいぜい抗え、その細腕で。はしかも裏切ったのは親なの、実の。おい、こっちのメールの相手はお父さんじゃありません。文脈からして、カイの親か。しかもカイは組織を裏切った。だってさ、組織。カイさんは一体何を。まとめたメール3。もしもし、お父さんだ。なんか最近身の危険を感じるよ。軽い。や違うか、目的はサラだ。あの子が狙われている。この家には愛着があるが、捨てて逃げるしかないだろう。ついてきてくれるか。カイ、え、引っ越しするってこと。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。地動院家にこの身を捧げる決心です。しかもさ、敵対しているところにカイさんは来たってことだもんね。カイ、君は本当に最高のヒーローだ。サンキューだぜ。サンキューだぜってこれから使おうかな。またお父さんとのメール。お父さんは知ってたんだ、何かが起こることを。家を捨てて逃げるか。サラちゃん、もしかして近々引っ越しの予定とか。聞いてません、私は何にも。落ち着くぜよ、続きを。まとめたメール4。貴様は連絡係か。こっちのメールは使うなと言ったはずだ。報告は聞くが、以後ルールを守れ。予定通り17名を確保しました。念のためデスゲームの実行日に誤りはございませんか。全ては順調にことが運んでいます。そうか、ご苦労。無駄な努力をな。え、どういうこと。連絡員のふりをしてかく乱のつもりか。かい、お前は今地動院家から離れ自宅にいるだろう。さっき言ってた、あのメールをしている間は自宅にいるっていうことがわかるっていうことだよね、きっと。いいことを教えてやろう。お前が送った〇〇名を確保というワードは作戦実行の引き金になっている。なるほど、相手も考えてますね。お前は罠にはまったのだ、カイ。地動員サラは間もなく拘束される。サンキューだぜ。これは誘拐があった当日のメールだ。どういうことぜよ、俺にはよくわからんぜよ。まとめよう。カイは二人の人物とメールをやり取りしていた。一人はサラちゃんの父親、そしてもう一人は誘拐犯組織に属するカイの親だ。どうやらカイは組織を裏切り、サラちゃんを守ることを選んだ。守るためにカイは誘拐当日、偽のメールを組織へ送った。組織を攪乱させてサラちゃんを逃がすため。しかし全てバレていた。逆に利用されたんだよ。サンキューだぜはカイとサラちゃんの父親が挨拶で使っていた表現だ。筒抜けだったんだよ、そのやりとりも全て誘拐犯の組織に。そんな、じゃあカイさんはストーカーなんかじゃなかったんだ。私を守るため陰で護衛を。唯一カイが護衛から離れる時、それが自宅でメールを送信する時だったぜよ。巧妙だね、
手口が。きっとカイさんはそれでも私に伝えようとして、あの時ジョーとの帰り道で前に立ちはだかった。なるほど、思い出した、あの時のストーカーがなんて言っていたか。帰っちゃダメだ。なるほど、パソコンの充電が切れたぜよ。結局脱出に関係する情報は得られなかったね。けどよ、やっぱりカイはくだらねえ悪人なんかじゃなかったぜよ。冷たい。そんなことが有益だったかい？まだ調べることはできます。充電さえできればこのパソコンは復活するんです。サラ、九太郎さんが持っていてください。俺が？はい、重いんで。とりあえずまだこの話をみんなに話すのはやめておこう。3人だけが知る秘密兵器、バレないようにね。わかったぜよ。そうと決まれば昨日と同じように振る舞うべきだ。おう、寝室にパソコンを隠したらアトラクションでも進めてくるぜよ。おまわりさんたちも戻ろう。はい。私たちは瓦礫の部屋を後にした。カイさん本当に味方だったんだ。でも自分の親っていうのはなんか育ての親とかなのかな、それともなんか本当の親なのかな。あれ、カンナが一人で行動してる。一体どうしたんだろう。話しかけてみますか。その前にこの二人。銀くん、お茶でも飲みますか？うん、ジュースが欲しいにゃん。ないのでコーヒーでもいいですか？いいわけないわ。かわじゃあ話しかけます。カンナからか。サラさん。カンナ、ソウさんと一緒じゃないのか？体調が優れないみたいで寝てるんです。一応アリスさんが見張ってくれるみたいで。アリスさんが？はい、優しいところもあるみたいですね。いや、なんか怪しいな。二人で作戦会議とかしてそう。優しさなのだろうか。簡単に信用しちゃダメだ。そうか、よかったな。難しいところ、厳しく言いたいところでもあるけど、まあちょっと病み上がりカンナちゃんだから、そうか、よかったなにしとくか。よかったな。見張りも疲れるだろう。はい、ちょっとだけ疲れました。どうする、一緒に休憩でもするか？あ、休憩したいです。でもあの、サラさん、探索中に気になるところを見つけたんです。荒れた廊下の方なんですけど。また荒れた廊下？それでも同じところ？まさかさっきの部屋か？サラさん、一緒に来てほしいんです。どうするか。まあ断るっていうことはしなくてもいいよね。別に一緒に行きましょう。分かった、一緒に行こう。カンナ、ありがとうございます。まあ、これでもしパソコンのこと言われたらちょっと怪しいけど、どうしたらいいか分かんないけど。荒れた廊下まで来たぞ、カンナ。こっちです、奥の通路から行けます。瓦礫の部屋とは別の通路だ。よかった、別で。っていうか荒れた廊下どんだけどんだけいろんな通路につながってんの。暗いな、こんな通路があったのか。奥の方まで行くともっと真っ暗です。転びそうだな。離れるなよ、カンナ。はい、お姉ちゃん。すみません、サラさん。いや、いいんだ。
やっぱそうだよね、そう簡単にはお姉ちゃんのことを拭えないよね。こうして一緒にいると本当にお姉ちゃんといるみたいです。なんて言葉をかけていいかわからない。言葉の代わりに私はカンナと手をつないで暗闇を歩いた。ここです、ここにドアがあるんです。真っ暗だな、中は覗いたのか？いえ、カンナにもソウさんにも開ける勇気がなくて。そうか、私が先に入る。危険がなかったら来るんだ。待って、この部屋ってもう確実に右下になんか見つけてくださいみたいなものがあるけど、あれ、この部屋はなんだろう、来たことがあるような、なんか最初の審査じゃない、試練っぽいよね。ガンナ大丈夫だ、入ってこい。私はそう言いながら振り返った。え、この部屋は最初の試練の部屋だ。嫌な予感、記憶が蘇る。ここへ来て一番最初に試された死のもう死の試練とか、なんかめっちゃ噛むな。死の罠。あの時あいつの判断が間違っていれば私は死んでいた。けどなぜだろう、何かが違う気がする。こっから出てきたらさ、穴に落ちたりとかってよくわかんないから、多分別の人の部屋なんじゃない？入ります。カンナ。いやー、カンナちゃんにはちょっとまだ早いんじゃない？カンナちゃんにはまだちょっと早いんじゃない？ほらー、あーわー、お姉ちゃんもネジみたいな髪飾りついてた。ここはお姉ちゃんがいた部屋です。私のせいで。落ち着け、カンナ。私はカンナを抱きしめる。強く、震える肩を押さえる。取り乱してすみません。もう大丈夫です。もう絶対大丈夫じゃないよ。自分だったら絶対に大丈夫じゃないもん。カンナ、ドアは開けておく。部屋の外で待っててくれ。はい。ここは同じ試練を受けたカンナ姉妹の部屋だった。カンナに探索をさせることはできない。待って、これさ、触りたくないんだけど、ちょっとまたなんか罠だったりしない？やだな、触りたくないな。他にでも触れるところないし、なんなら移動もできねえ。触るしかないのか。何かが落ちている。これはスマートフォンだ。カンナと私の最初の試練が全く同じだったなら。あー、なるほど、音声案内用に用意された道具。誘拐犯が回収し忘れたのか。信じられない。わざとだと思う。ここにあるということは、カンナの姉が持っていたのかもしれない。なら、何かメッセージが残されているかもしれない。死の直前のメッセージが。見たくない。嫌な予感がする。手に取りたくない。怖い。けど、もし手がかりがあったら。いや、最初の段階でさ、手がかりはないでしょ。うわー、どうしよう。いや、でもここはやっぱ一応ね、少しでも希望があるんだったら、しかもカンナちゃんもいないし、確認します。頼む、嫌な予感は外れてくれ。スマートフォンを拾い上げた。スマホはパスワードもかかっておらず、簡単に開くことができた。開いた瞬間、何、押すよ、みんな、行くよ、せーの。あ
血の気が引いた。よくも見捨てたな。最低な妹、大嫌い。死ね。死ね、カンナ。人殺し。地獄でお前を呪う。いやー待って、ちょっと、でもね、冷静に考えてよ、みんな。わかるよ、みんなが言いたいことはわかる。代弁しましょう。これはきっと、カンナのお姉ちゃんは書いてない。死の直前にこんな長文まず打てるわけなくない？そう、みんなが言いたかったのはそれ。嘘だ。こんなの、あんまりだ。憎んだまま、カンナの姉は死んだ。そんなの、カンナに伝えられない。サラさん、大丈夫ですか？カンナが背後にいる。どうしたんですか？何かを叫んでたようですが。おいおいおい、サラちゃん、声出すんじゃねえよ。そっと見てくれ、バレないように。あと3歩。何そのカウントダウン。まずい、スマホを見られたら。スマホを隠す、文章を変える。そんな文章を変えるような時間ないでしょ。スマホ隠します。カンナ、誰か来る。え？私は持っているスマホをベッドの下の奥へ滑らせた。誰かそこにいるんですか？どうにかカンナに見つからず隠せたようだ。ああ、驚かせちゃったかな。え、本当に人いたの？うわー、もうこの顔が一番嫌よ。このなんか企んでそうな顔、本当に嫌。呼びに来たんだよ、カンナちゃん。ソウさん？ずいぶん暗い通路だったな。二人手つないできたのかな、ここまで。あ、アリスさんまで。ギズチカンナ、喜べ。俺たち三人でメダルを交換しようじゃないか。え、メダルを？うん、こんなところで話もあれだから、とりあえず戻ろうよ。わかりました。あの、ありがとうございました、サラさん。え、そうさ、そうとカンナちゃんがこの部屋を見つけてさ、開けようとしてたんでしょ？で、怖くて開けられなかった部屋なのに、そうは一切気にせず帰っていったね。怪しくない？気になるよね、普通。あれ、そういえばこの部屋二人で探索したんだ、ふーん、こんな感じだったんだ、みたいな話するじゃん、普通なら。偶然に助けられたか。あれ、サラさんは戻らないの？いえ、今スマホを回収したらソウさんにバレてしまう。回収は後だ。ダメか。おっと、メダルの交換は3人でやるんだ。自動員サラ、お前はどこかへ行くがいい。はい。ここにいられちゃスマホを取りに行けない。また隙を見て来るしかないか。そうだ、地動員サラ。え、なんですか？これはあの小僧、銀が話しているのを盗み聞きしたんだが、医務室にお化けが出たらしい。お化け？詳しくはわからないが、解決しておいてくれ。はあ、怖いんですか？当たり前だ。なんとかするまでは。アトラクションなんて行くんじゃないぞ。ここまで面と向かって言われると断る気もなくなるな。仕方がない、医務室のお化けをどうにかするのが先決だな。なんだ医務室のお化けって。もう死のデスゲーム、死のデスゲーム、デスゲーム以外にもそんな怪奇現象とかもやらなきゃいけないの？私ちょっとさ、仕事の配分が違うのよ、みんなと。話しかけても何も言ってくれないかな。ごめん、これからメダル交換の話し合いなんだ。ふん、お呼びじゃないぞ、地動員サラ。今はあっちへ行っててくれないか。心なしか少し優しいな。すみません、サラさん。何、急に性格変わった？どこに行けばいいんだろう。カン
ナの試練の部屋？瓦礫の部屋。あ、カンナの試練の部屋か。なるほどね。一旦じゃあちょっとロビーに行きますか。医務室の幽霊か。まあ、とりあえずでも今日は時間がちょうどいいのでこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。では次回は医務室のお化け、退治したいと思います。さよなら。